皆さんこんにちは。今回は藤あや子さんについてご紹介します。ぜひ最後までご覧いただき、気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いいたします。演歌歌手の藤あや子さんの異名を皆さんご存知でしょうか。一部では魔性の女と形容されています。なぜこのように呼ばれるようになったのでしょうか。いろいろ調べていくと、魔性の女たるゆえんがどうやら浮き彫りになってきました。いつまでも美貌を保ち続けている演歌歌手の藤あや子さん、2022年には60歳にして水着姿などを披露したセクシーな写真集も発売しています。そんな藤あや子さんですが、過去に旦那が不審死しているとか、3人と死別しているといった噂が広まっているようです。そんなことから魔性の女とも呼ばれているようなのですが、どこまでが事実なのでしょうか。調べてみたところ、藤あや子さんは1981年、19歳の時に2歳上の一般男性 A さんと結婚しています。 A さんは元暴走族でシンナーを吸っていたという噂があるような、一般的にはやんちゃな感じの方だったようです。 A さんと授かり婚だった藤あや子さんは1981年に娘さんを出産しました。しかし精神的に不安定で職もなかなか定まらなかった A さんに対し、不安や不満が募った藤あや子さん。藤あや子さんにとっても初めての子育てをしていく中で、すれ違いもあったことでしょう。翌年の1982年には離婚し、シングルマザーになっています。その後、農業と民謡の興行で生計を立てていた高橋さんという男性に出会った藤あや子さん。互いに惹かれ合った2人は共に、民謡の興行で介護施設などを回っていたそうです。そして1986年、藤あや子さんが25歳の時に結婚式を挙げました。しかし、当初高橋さんには妻子があったため、藤あや子さんと夫さんは籍は入れていなかったようです。内縁関係として夫婦生活を送っていましたが、それも1年で終わりを迎えてしまいます。農家での生活が向いていなかったこともあるようですが、ある事件が大きなきっかけとなってしまいます。1982年に離婚した元夫 A さんが藤あや子さんの再婚を知り、ショックを受けて自宅で首をつって死んでしまったのです。 A さんは子供と会えなくなってしまったという寂しさから、シンナーに溺れて自殺してしまったと言われています。藤あや子さんは元夫 A さんの死で人生は短すぎると痛感し、自身の夢であった歌手になるために上京しました。多額の慰謝料を払って離婚してでも藤あや子さんと結婚したいと思っていた高橋さんは辛かったことでしょう。そして藤あや子さんは上京した翌年の1987年に演歌歌手としてデビューを果たしました。デビューから3年ほど経った頃、あるレコード会社のディレクターである B さんと交際していた藤あや子さん。しかし B さんには再び妻子があったため不倫関係だったとのことです。B さんは会社を辞めて離婚し、藤あや子さんと結婚して会社を立ち上げようと覚悟していたそうです。ただ、藤あや子さんは所属していた事務所での活動を望み、所属事務所からは B さんとの交際を反対されていました。事務所は不倫関係が公になることを恐れていたのではないでしょうか。そういったこともあり、B さんに別れを告げた藤あや子さん。すると B さんは1991年1月、藤あや子さんの自宅で首吊り自殺をしてしまいました。元夫に続き不倫相手も自殺してしまったのです。しかしいずれも不審死ではありません。藤あや子さんの旦那不審死、死別3人という噂は、話に尾ひれがついて大きくなってしまった都市伝説のようなものでした。とはいえ、元夫と不倫相手の自殺だけでも十分衝撃的な内容ではあります。その後2003年には横山やすしさんの息子木村和也さんと交際していますが、事務所からの猛反対もあり破局しています。藤あや子さんは2017年3月、マッサージ店に勤務していた25歳下の玉川茂さんと再婚しています。55歳での再婚や年の差婚ということもあり、世間の注目を集めました。玉川茂さんが勤めるマッサージ店に通っていた藤あや子さんですが、プライベートでも一緒に過ごすようになっていったそうです。そして将来は独立させてあげると言って藤あや子さんからプロポーズしたのだと伝えられています。結婚後は実際に目黒区に治療院を開業していますが、
現在は閉院しています。その後、玉川茂さんは藤あや子さんの個人事務所の代表取締役になりました。藤あや子さんは現在所属しているバーニングプロダクションを離れ、夫と一緒に完全独立したいようです。さて、藤あや子さんの人気の陰では、藤あや子さんの枕営業が功を奏しているということが言われているのですが、これは本当でしょうか。しかし、どこを調べても藤あや子さんはが枕営業を行ったと事実を報じたり書かれたりした記事は見当たりませんでした。藤あや子さん本人にとって気持ちがないセックスは藤あや子さんの本意ではないということなのではないかと長べた方は結論としていました。さて、先ほども触れた独立話についてもう少し詳しく見ていきましょう。還暦を迎えた人気演歌歌手藤あや子さんが芸能事務所バーニングプロダクションから独立するとの情報を週刊誌が報じています。しかし、藤あや子さんの独立話に芸能関係者からは行く末を心配する声が上がっているとニュースサイトが伝えています。藤あや子さんは2017年3月末に通っていた治療院で鍼灸師をしていた24歳年下の男性と再婚したのですが、によると再婚相手は藤あや子さんの個人事務所の代表に就任したそうです。再婚した男性は藤あや子さんと結婚直後の2017年8月に東京都目黒区内に治療院を開業するも間もなく閉店となり、2019年1月には風水師のドクターコパさんが運営する治療院の院長に就任したといいます。再婚した男性とドクターコパさんは長い付き合いがあり、再婚した男性の腕を見込んで院長に抜擢したそうですが、藤あや子さんの事務所社長に就任した再婚した男性は今年に入って治療院を退社し、その理由については妻が独立するからと話していたとのことです。藤あや子さんが所属するバーニングプロダクションの周防育夫社長は芸能界で非常に大きな力を持っていることで芸能界のドンとも呼ばれており、独立後は仕事が激減する恐れもあります。しかし、このタイミングで独立しようと考えた理由について知人は、還暦を迎え彼女には新たな環境に身を置きたいという気持ちがある、加えて再婚した男性の存在、彼はマナミをずっと支えていくと話していました。富士さんからすれば、治療院をやっても長続きしなかった年下夫を一人前の男にしたいという思いは強いはずと語っています。一方で、バーニングに近い芸能関係者は、周防さんは再婚してから彼女はマネジメントが難しくなった、まるで言うことを聞かないと嘆いていました。契約をめぐり、富士の代理人弁護士からバーニングに内容証明郵便が届いたそうですと明かしたといいます。真相を確かめるため、再婚した男性に藤あや子さんの独立について話を聞いたところ、年内というか話し合い次第で時期はまだ、もろもろの話は調整中というか協議中ですと独立話が出ていることを認めたとのことです。今後は再婚した男性がマネージャーとして関わるとの問いには、大きく言えばマネージャーということかもしれませんけども、はっきりとはしていなくてと語り、周防育夫社長との関係が悪化したと聞くと、そういうことはないですね、恩義を感じていますと否定したとしています。バーニングにも藤あや子さんの独立について取材を申し込んだそうですが、回答はなかったといいます。週刊誌はこのように藤あや子さんの事務所独立話を伝えているのですが、週刊誌によると藤あや子さんの今後に心配の声が上がっているとし、同誌は藤が治療院の鍼灸師だった男性に惚れ込み、将来は店を持たせてあげるなどと言って結婚したとも伝えていますが、一部業界関係者の間では、この馴れ初め話がタレント磯野貴理子の再婚時と同じパターンだと話題になっているんですとしています。続けて、有名女性芸能人が若い一般男性に入れ上げて結婚という流れは磯野と藤に共通しています。さらに、夫を個人事務所の代表に据えた上でバーニングからの独立を計画しているそうなので、業界内からも心配の声が出ているとスポーツ紙記者が語っています。2010年に突発性難聴を発症した藤あや子さん、一時は引退の2文字が頭をよぎったと話します。発症当時や治療中に抱えていた思いを聞きました。富士さんは2010年に突発性難聴を発症し、一時休業をされていました。
当時どのような症状がありましたかとの質問には次のように答えています。発症した時の症状は人によって違うようですが、私は突然片耳だけ音が大きく聞こえるようになりました。ちょうど仕事で山梨県にいた時だったのですが、シャワーを浴びていたら耳を塞ぎたくなるぐらい水の音がものすごく響いてきて、聞こえすぎてしまったんです。これは何かおかしいと思い、主治医の先生にすぐ電話をしました。そしたら先生が聞き迫る声で、今すぐ病院へ行ってください、どこでもいいから今すぐ点滴を打ってもらってと、その声にまず驚いてしまってと述べています。そしてどこの病院でもいいと言われても自分でこれを説明できる自信もなかったし怖かったので、今すぐ東京に戻りますと急いで戻って先生のところへ行き、着いたら即入院、即点滴治療を開始。発症してからなるべく早めに治療を開始しないと元に戻る可能性が下がるそうで、違和感を覚え始めてからの時間を考えると本当にギリギリの状況でした。その後は10日間ぐらい入院し、1日16時間以上の点滴を、その後も通院は続きましたと当時の切迫した状況を語りました。突発性難聴と診断されて、どのような心境だったのでしょうか。藤あや子さんはもう終わったと思いました。歌手としての人生は終わったと考える間もなく、すぐに休養宣言を出していただきました。詳しい検査をした結果、先生から通常の耳の活動の数パーセント程度しか動いていないこと、これを本来の状態に戻すのは時間がかかる、何年かかっても戻らない可能性もあることを告げられました。しかもその時、突発性難聴との因果関係は不明ですが、顔面の右側に麻痺も起きてしまい、全く動かなくなっていたんです。口が閉じられないのでご飯も上手に食べられず、まぶたも閉まらないのでシャワーを浴びるときは水が全部目に入ってしまうので、わざわざ指でまぶたを無理やり閉じさせなければいけなかったほどと、ダブルパンチで病にかかったことを述べました。復帰した時も 100% 治ってはいなかったそうですが、テレビに映ってもわからないぐらいまで持ってこられたかなと思い、ステージに立っていたといいます。今は再発することはないだろうとは言われているそうですが、原因がストレスに起因するとなれば、こればっかりはわからないとも述べています。ストレスためないような生き方をしなくてはいけないと思うようになったそうです。振り返れば相当我慢していたんでしょうね。私は前向きであるからゆえに、大丈夫大丈夫って頑張っちゃうし、頑張れちゃう。やっぱりある程度は自分にも優しくしようと思うようになりました。いかがだったでしょうか。今回は藤あや子さんの結婚生活や私生活について見てきました。調べてみると、藤あや子さんの元夫と不倫相手が過去に自殺していたことが分かりました。旦那が不審死という噂や3人と死別という噂は、話が大きくなって広まってしまった噂のようです。とはいえ、波乱万丈な恋愛遍歴からも魔性の女という印象を受ける人が多いのも納得してしまいます。皆さんの意見をぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、高評価をお願いします。